どうもジャパメタの息子ミュージです。本日はですねスライというねバンドを紹介したいと思います。皆さんはたまにね好きなバンドのメンバーを集めてバンド作るとしたら誰がいいみたいな何を勝手に決めてんねんみたいなことしたことないですか？どっかのバンドのギター引っ張ってきてとか、ここのドラム読んで俺がギターでみたいな、自分以外のメンバー全員すごい人みたいな、メンバーをもうすごい全員すごいのにして自分好みのバンドを作るみたいな。野球で言ったらねオールスターですね。オールスター戦の投票でピッチャー誰々、一塁誰々、セカンド誰々って決めていって、こうオールスターでメンバー組んで、まあ1年に1回対決するみたいな、あのオールスターをねこうみんなで決めると思うんですけど、スライというバンドはですねジャパメタでオールスター作るとしたら僕たちですみたいなバンドでして、はい、メンバーがねもうなんしすごすぎる伝説のバンドやと僕は思ってるんですけど、はい、このスライを紹介したいがために僕の過去の動画見てもらったら分かると思うんですけど、ラウドネス、アースシェイカー、ブリザードね、ただそのスライを紹介したいっていうことだけでこのね3つを先にね紹介したんですけど、もうメンバーがエグすぎるので、アニメで言ったらもう悟空、ケンシロウ、ナルト、ドラえもん、ドラえもんはちょっとちゃうか、でもなんかもうその有名なアニメの主役ばっかり集めたみたいなバンドです。はい、そんなねバンドスライを、紹介したいと思います。スライのですね結成のきっかけはですね、1994年に、アースシェイカーというねバンドが解散します。で解散したと同時にですねギターの石原慎一郎さんですね、通称シャラさん、シャラさんがですねソロ活動をしようと思い立ってメンバーを集めます。はい、でソロ活動のために誘ったボーカリストが新原実さんやったんですね。もうこの時点でジャパメタファンである僕、もちろん皆さんもね興奮ポイントやと思うんですけど、はい、この2人が組むっていうのがねまたちょっとねキュンキュンするポイントですよね。なぜかというとですね、新原実さんはですねアルバンドで活動していて、ラウドネスのメンバーにですね、面白い声のやつがあのバンドにおるらしいぞという風に目をつけられてスカウトしてできたバンドがですねラウドネスなんですね。はい、それでもうねみんな皆さんが知ってる通りもう世界的に有名なバンドまでのし上がっていくわけですけど、そのバンドというのが実はアースシェイカーなんですね。はい、このスライというバンドをね僕は知った時に情報は知らなくて、で今考えればどんな気持ちみたいな、なんかスカウトされていった人とどのタイミングでスカウトされたんかっていうのも気になりますし、でもねアースシェイカーはもちろんその後マーシーさんが加入してアースシェイカーはですねもうビッグバンド、素晴らしいね、これも世界に名を轟かすバンド、ジャパメタといえばアースシェイカーであろうっていうねバンドになるんですけど、そのバンドのボーカルとギターが後にタッグを組むっていうのがですねもう僕からすればすっごい興奮することなんですけど、皆さんはどうでしょうか。はい、でシャラさんはですねソロ活動をしようと思って新原さんに声をかけたんですけど、もうどうせやったらバンド組もうぜってなってですねバンドを組むことになります。はい、でそこでですね当時ラウドネスを脱退していたですね、皆さんもご存知の通り樋口宗隆さんですね。はい、もう樋口宗隆さんといえばドラムがもうブワーってあってシンバルももう手届くんかそれっていうぐらいのところにあって、もうそのパフォーマンスもすごいしドラミングもすごい。はい、当時からですねもうジャパメタ、いやもう日本のドラマーといえば樋口宗隆であろう。はい、もう僕は大好きなんでねこれ以上語ると2000年ぐらい過ぎてしまうので、はい、これぐらいにしておきますが、もうそのビッグドラマをですねバンドに入れて新しいバンドを作ろうという風になりましてですね、はい、樋口宗隆さんが加入します。その後ですね、ブリザードのですね寺澤浩一さん、寺チンさんですね、この人ももうなんかもうスライで言ったらもうサングラスつけてもいかついベース弾いてもなんかこうちょっとこわもてでもうすごいパフォーマンスをねするベーシストさんなんですけど、はい、この人もですねジャパメタのベーシストといえばもう寺澤浩一さんだろうというぐらいのですねもうメンバーなんで、その4人がですね集まってバンドを組もうと
なって組まれたのがスライです。はい、もう先ほども言ったようにもうなんかもうほぼオールスター状態やし、もう食べ物で言ったらもうなんかお寿司、焼肉、カレー、ラーメンみたいな、もうなんかいいもたれそうやですよ。大丈夫っていうぐらいすごいねバンドが出揃います。で、曲はですね、やっぱりですね、各個人がですねエグすぎるんで、僕のイメージなんかもう収集つかんぐらい全員がもうブワーってやってるんかと思いきや、もうなんかスライっていうね、やっぱ新しいバンドでもうガチッと固まった、いい意味でジャパメタらしくないというか、え、もう洋楽やん、え、ただの洋楽やんみたいな、いうぐらいもすっごいパンチ力のあるガツンドカーンっていうね言葉が似合う曲でして、 PV とかもですね、もうなんか相当お金がかかってるようなでっかいでっかいホールで PV 撮って、火ブワー出てみたいな、ドラムブワーって、でももちろんもうベースとかももうアンプバチ積んで、ギターもバチ積んで、はい、でも火は出るわ、光は出るわ、もうっていうぐらいの、PV です。はい、でそんなオールスター状態のバンドスライなんですけど、はい、なんと活動期間がですね4年というね短い期間で終わってしまいます。はい、これもねあんまり僕はちょっと理由分かってないんですけど、はい、勉強しとけよっていう感じなんですけど、4年というね短い期間で終わってしまいます。ただですね、やっぱり4年後、各メンバーさんたちはですね前いたバンドに戻っていくんですね。はい、これもですね僕からすれば、僕ちっちゃい頃にスライを見た時に、え、なんか嫌やなーってちょっと思って、でなんでかっていうと、そのなんか元々のバンドあるのに、なんか違うバンドにメンバーとしてなってる人があんまり好きじゃなくて、でもやっぱでもスライかっこいいしなーと思って、まあかっこいいから別のバンドとして、まあそうか、捉えたらええかと思ってやってたんですけど、やっぱりですねみんな口揃えてねですね言うのがですね、やっぱり元々いたバンドがええなって言って戻っていくんですね。これもですね、もうジャパメタファンの僕からしたら、もうすごく嬉しいことで、新原さんも樋口さんも、ラウドネスに戻って、オリジナルメンバーとしてね、また活動されてますし、まあ、樋口さんはね、亡くなっちゃったんですけど、もちろんね、アースシェイカーのシャラさんも、またアースシェイカーとしてやってますし、はい。寺澤さんもね、ブリザード、ね、に戻ってやったりしてます。はい。やっぱりね、最初に組んだ前の、なんか、かっこいいじゃないですか。元々の出てきたバンド、世に出てきたバンドが一番俺に合うんや、みたいな感じで、こう、戻っていくのがね、僕は結構、キュンとするタイプなんで、はい。今のね、スライがあんまり続かなくて、やっぱり前のバンドに戻ってるっていうのはね、もう、結構感慨深い。ものがあります。はい、そんなモンスターバンドスライ、皆さんはどんな印象をお持ちでしょうか。はい、スライのね、ジャパメタファンのね方などはですね、もうコメントにね、スライのことどんどんコメントしていってください。もうあんまりね、僕ちょっとねスライやっぱり情報がね少ないんで、あんまり多くは語れないですけど、ぜひねこの動画を通してねスライのこといっぱい知れたらなと思いますし、はい、ジャパメタファンのねスライのファンの皆様ともつながりたいと思ってます。はい、もうでもねこんなバンドは当分出てこないんじゃないかっていうぐらいね、ジャパメタファンにとっては美味しいバンドやったと思います。はい、僕は当時にいてスライを見たかったなってちょっと思ってます。はい、というわけで本日はですねスライを語りたいという動画でした。はい、皆さんもスライに関してねコメントある方はぜひぜひ募集しております。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。